全ての子役でボーナス重複ありなんで。あるんだ。じゃあベルでも全然リプでも。何でもいいんだ。いいですね、ほのほの。なんか全然目にも止まんなかったもんな、今までボール行っても鼻鼻鼻鼻。それってなんかスロットのジャンルでもちょっと別な感じあるですからね。そうなんすよ、うん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 、液晶がついてないところにどう打つんだろうな感あるし、ね、いやマジでそう、そうほんとキッズなんで俺あの液晶ついてないと液晶付き打たないと、うん、でもなんかあのそれこそ窓マギとか A タイプあったりするじゃないですか。ああ打ってないです打ってないです打ってないです。窓マギの A タイプ打ってない。 A タイプってだけで打たなくていいやってなっちゃう。あもう液晶ついてても A タイプ打たない。ついてるとか関係ないじゃないか。そう A タイプがちょっと避けてきた部分はある。じゃあこの日にですよね、もう鼻鼻デビューと。今日ついに俺は A タイプを初めて打つ。そう終わってめちゃめちゃ負けてる時にね、やっぱジャグとか鼻鼻打つって言いますからね。いやそうそう、いや確かに、そうそれで負け分取り返すって聞いたことめちゃめちゃあるんで、それが増えるかもしれない。俺だから閉店間際負けてても俺その負け受け入れて帰るからな。A タイプであがかないんだ。立ち回らずに、うん、出るの早いから、うん、だ閉店間際でも当たっちゃえばボーナス回収できてね、ちょっとでもダメージ減らせるみたいな。そう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 。あとなんか花花はなんか設定判別しやすいらしくて、ああそれこそジャグラーにその設定判別とかがしやすいから、まあなんかまあ玄人のところではね大人気なんじゃないですか。確かに、うん、花花の日とか聞きますもんね。8月7日。そう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 、8月7日ね。ツイッターにぎわうんだよな、やっぱめっちゃ調べてるから、今日花の日だみたいな。そう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 。5月5日はゴーゴージャグラーね。わかりやすみたいなやつ。そう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 。でもその日があるってことは人気ってことですからね、やっぱり、ね、まあ確かに確かに、まあ確かにそういう風に力入れてるお店があるってことは、うん、ですですです。あ、そうそうそう、重いらしいんでスイカ自体も。あ、そっかそっか。あ、じゃあ引けてねえわ俺。あれっすよ、なんかゴブスレのスイカ300ゲームぐらい1回も引けなかったっすからね。あ何分の何ぐらいなんすか。いやでも言うてもそんな重くなかったはずだけど引けなかったから。ゴブスレってスイカを3回引くとチャンスゾーンの抽選があるんですよ。はい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 。その3回引くのに4500ゲームかかった。え、じゃあ引けないっすわ今日多分。それはもう、うん、これ今日は無理かも。じゃあゴブスですと80分の1ぐらいらしい。何回回したんでしたっけ。まあ、300ゲームでやっと1回追加でしたね。めちゃめちゃ引けないじゃないですか。マジでなんか俺のゴブスで重かった。スイカだけ引けないみたいな。そう、しかもあの台はいはい、何がなんだろういやらしいかって、もうスイカ今何回引いてます、なんか番長みたいに、はい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 、あ番長のベルのやつみたいにそう出るんすよ。ああ右下とか、ね、それがもう本当になんかいやらしくて。やらしい、何が何が。あの 3回でチャンスゾーンの抽選って言ったじゃないですか。はいはいはい。まずそのなんだろうな、 AT 抜けた後の最初のスイカ3回引いたチャンスゾーンの抽選が結構優遇されてて、ああまあ やっとけばいいみたいなね。だから最初の3回その抜けた後の3回は引きたいんですよスイカ、うん、はい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 。それがなんかもうなかなか2から3が引けなくて。うわやめられないのか。だからやめらんないんですよ。はいはいはい、それはやらしい確かに。しかもあの台100ゲームと100ゲームごとぐらいに、えおごめんなさい、光った。うわ光ってる。最悪や最悪や。俺がゴブスレの話してる間に。ごめんなさい、話の故障、すいません。追加普通にこぼしたしな。あそれは私のせいじゃないですよ。踏んだり蹴ったりする。でもなんかこの A タイプ打ってて、姿勢悪くなってる人めっちゃいるじゃないですか。ああもう出目をしっかり見るから。そう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 、だから気持ちわからんでもないなって今。あ食い入るようにね、確かに止めたいしね、しっかり。A タイプな。いや今のままじゃ、はいはいはい、これはもう閉店間際に打つって選択肢なんないから、ヒブさんの中だと。いや多分なんないし、これからもなんないだいや当ててないからさ、それはね、うん、いやそうそう、当ててそうです ね、 そうね、ビタ止めが楽しいなって、うん、ちょっと特殊な楽しみ方だよな A タイプって。なんかまた別の、確かに確かに、最近の
タイってやっぱうるさいから。あ、そうっすね、うん、演出ビカビカでね。いいっすね。いいの、いいタイ拾った。うわいいね、落ちてたんだな。ほらそれ座ればよかった。もう10時だけどいいね、拾ったっすわ。うわー、もうちょいで閉店。ぶん回されたらダメだ。よっしゃ、設定6でこれ閉店するのめっちゃ絶望感ありますからね。翌日多分設定変わってるし。確かに絶対リセットだな。そう確かに。レンちゃんオカルトとかしないんですか。オカルトした方がいいっすよね。これ今からちょっとお寺掃除してきていいっすか。本格的なやつだよ。閉店時間言うとるのに。とかお二人オカルトとかあるんすか。なんかこれ足組むみたいな。足組むとか。足組みは。最近連れ打ちで自分だけ負けてるときは隣のやつにあの飲み物買いに行くっす。なんか飲む。行ってあげるんだ。なんか飲むとか言って。オムルみたいなね。成功率どんなもんなんですかそれ。でもそれで俺この間ゴブスレでゴブス引いたっすね。いやあ8スキューに。すごい。ああ。負けたけど負けたけどね、まあ、買わなきゃ負けなかったらみたいなね、うん、ところありますよね。全マイナスでしたね。まあ、そう、うん、大マイナスかちょいマイナスかっていう。ああ、それでかい。やっぱ買うべきなんですね、うん、そうじゃあレイちゃんは俺らに。あ、そうっすね。なんか何を見ます。差し入れ、パチンあるある言っていい。あ、何ある。あの紅茶カレーのミルクティーが絶対自販機にある。ミルクティーはなんか紅茶家電みたいなね。俺もパチあるある言っていいですか。あ、なんすかなんすか、はい、セブンアップ置いてある店は狙ってる。セブンアップいいな。うん、あれわざわざ入れてるだろう。そうわざわざ狙ってるだろうな。あとリアルゴールドね。ありますね。やっぱ飲むんだ。やっぱ光った時の嬉しさはやっぱり A タイプ特有ですね。ねえ、確かにレバー押した瞬間、ね、なんかもう最近の台なんて当ててから頑張るみたいな。あー、チャンスゾーン入ってからみたいな。そういいっすね、直接的な。確かに、ね、もうレバー叩いて光ってボーナスみたいな、めっちゃいいっすね。なんか最近の台なんかチャンスゾーンのチャンスゾーンみたいなも多くないっすか。あー、チャンスゾーン獲得できるチャンスゾーンみたいなね。マジでふざけてる。あ、確かにやめときっていうのも確かにね。あ、この台やめ時がむずいからやっぱり。本当にね、最近の台やめ時作ってくんねえから。いや、確かにそうなんすよね。スイカ3つチャンスだから、とりあえずスイカ引くまで打たなきゃいけないとかあるからね。うん、ゴブスレね。そうさっき聞いた。もうマジでそう、番長3あたりからその気配してる。あー、やっぱりその今はやめるともったいないよみたいなね。そうもう少しでバトル行くかもしんないよみたいなね。はい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 、でそれ見ようとして追ってて、見終わったと思ったら次はゲーム2の周期が来るみたいな。チャンスが来るからこのゲームさえやめられないぞみたいな。100までは行っとくかみたいな。気づいたらもう天井間際でね、やめられないみたいな。そうなんだよな、あるあるっすよね。楽しそうな台打ってんの。いいの。設定1変えた方がいいの。一人だけなんかサンドに金突っ込んでるな。追加投資してね。なんかね、隣のやつがサンドに金突っ込んでて、うわ、なんか何万円目だわーとか言って言われて、はははみたいな。かわいそう。まあマジか。ないじゃん。この台重いねとか言って。かわいそう。気まずいやつね。気まずいよ。逆にね、当ててほしいって思い始めちゃうから、ね、俺。みんな焼肉食べようと思ってんのに、なんか気使っちゃうよね、それだけ。あ、いやいや、勝ったからとか言って思る。そう。で、不思議なもんで、はいはいはい、まあ、ほぼみんなマイナスだとして、トントンまで持ってって、だけなのに勝ったって錯覚しちゃうもんな。あー、なる揃って、うん、怖いっすよね、ほんと。そう、逆にめちゃめちゃ勝ってトントンになるとめちゃめちゃイライラする。そう、めちゃめちゃ負けた感があるらしい。後で飲まれるよりは全然、ね、そうなんであん時やめなかったんだよみたいな、ね、その後悔の方が重いっすよね。重い
頑張れ頑張れ。いやもうこれあれっすね、腹くぐってもうイブラヒム先輩のお金でもちょっと焼肉行きましょうよ。いいねそっち側が言うんだ、おごってくださいよってくださいよってめっちゃ言ったんだからさって下から来ることなかなかないよね。確かに前からずっとうまいっすよねとか教えてくださいよってご飯行きながらつって